申し訳ありませんでした。赤い部分にということで、今日はちょっと謝罪しなくてはならないということでね、ちょっと動画にさせていただくんですけども、いやこれね本当に謝らなければならないというか、まあ、ちょっとこう ね本当に申し訳ないなということで、まあ、ちょっと今回反省の動画をね出させていただきます。はい、まあ、反省というか謝罪の動画をね、はい、というのもね、まあ、我々3年間青ひげ海賊団やらせていただきましたけども、はい、まあ、なぜ青ひげ海賊団という名前なのかというところなんですが、まあ、僕のひげが濃いから、まあ、ちょっと青ひげ海賊団で行こうぜということで、ね、まあ、当時ワンピースもハマってたし、はい、少しやらせていただいたんですけど、まあ、約1年前に僕ちょっと脱毛しまして、はい、本当にね、それは本当に世間は許してくれません本当にこれはもう大変なことをあなたはやらかしてます。いやー、もう皆さんがね今多分こういやふざけんなよとかね、言ってる気持ちも分かるんですが、はい、脱毛しました。はい、なのでね、まあ、ちょっと、まあ、その謝罪のねあれですけども、はい、どう？いやもう普通に、まあ、ありえないっすよね。何も相談もなくそのね、家海賊団として今までこうやってやってきたのに、そうだね、うん、それでも青ひげって名乗れなくないですか？まあ本当にその通り、もう本当グーの音も出ないというか、まあ、このままチャンネルをね続けていくのもどうなのかやっぱその俺嘘つきたくないんですよね。そうですね、はい、本当に申し訳ないなと、はい、なので、まあ、この動画というかこの場を借りてちょっと謝らせていただきたいなと思います。本当に申し訳ありませんでした。まあでもその視聴者の人から見たら、はい、そのね、分かんないじゃないですか。そのでもその青ひげどんなもんなんかみたいな、まあそのね本来の姿を皆さんが知らないのは俺とても残念だからもう今もそのつね、もうやった後の状態しか分かってないから、はいはいはい、それも失礼ですよね。普通に考えてマスクですか、うん、いやそうですね、まあ、ずっとあれでしたけども、まあね、まあ、そのためにでも脱毛行ってたんじゃないですか、まあ、うん、確かにね、そういや、まあ、確かにね、そのままで頭外せてなかったんです、うん、逆にその勇気は湧いたんじゃないかなとは思うんですけど、あ、この勇気を ね、 そこはねよくはないですけどね、うん、じゃ あ、 まあちょっとこの、まあ、謝罪の意を込めて、まあ、せっかくのねチャームポイントだったんですけど、そうですね、唯一のチャームポイント、唯一はおかしいけどね、だったのに、ね、はい、他にもいいとこあったんですけどね、それがなくなったら誰ですかっていう感じですよ、ね、こっちからしたら確かにね、うん、まあ、他人みたいなもんですよ、うん、まあちょっとね、まあ、ひやこにはちょくちょく、まあ、見せてしまったんですけど、はい、まあ、ちょっと魔界風の儀ということでいいですか、皆さん準備はいいですか、いいですか、本当にいいですか、もうこの状態会えないですよ、逆にいいのって聞きたい、あ、うん、やっぱ悪いよねやっぱこう寂しいですよ ね、 ね、あ、うん、でもみんなも多分そう思ってると思うし、そう、いや外さん方がいいんじゃないのかなという、いやでもみんなそもそも、まあ、知らない人の方が多いと思うよ、まあ確かにね、そういう理由でやってたんやろね、確かに確かに、っていうのを知らない人の方が多いし、じゃあマスクの開封の儀ということでよろしくお願いします。一瞬だけですから、なんか嫌やな嫌とか言わんでくれ、なんか気分が何を俺見せられるの俺は一体 何の場なのこれは、確かにな、はい、ということでね、もうさっと行きましょう。ということで皆さん、はい、改めまして青ひげ海賊団です、はい、新生ね、はい、新生青ひげ海賊団ということでよろしくお願いいたします。まあ、まあ、このままね顔出しちゃったんで、はい、まあ、顔バレというのがあるんですけど、まあ、ほとんどね、まあ、そうですね、ね、ドームとか言ってたら、はいはい、ほぼ、まあ、出てるみたいなもんですから、はい、なので、まあ、こういう顔ですということで、はい、まあ、ぜひ今後もね、まあ、もうマスクの時代もね、終わりますから、
はい、もうこれが当たり前の状況にはなりますからね、はい、でもそうですね、ちょっとこうヒゲね若干残ってます、まあ、まだね脱毛完全に終わってるわけじゃないんでね、はい、歯に青ひげなんで、もうやっぱこういうのっていうのは元からね決まってた、はいはい、考えてたわけじゃないですか。そうだね、なんで伸ばしてこれつけないのかありえないですよね、こっちで、いや伸ばしてるんかいこれじゃないんかな、すいません、本当にもうグードネも出ません、これはガチです、はいガチガチこれはガチですこれはさ、ガチこれが今、思った感動です、はい、本当に申し訳ないリアルで撮ってるんで、はい、リアルですね、今完全にリアルですから、はい、まあ、なので、まあね、これで嫌いならずに、はい、まあ、いろいろお出しすることもあるかと思いますので、まあ、ぜひね、はい、皆さんよかったら、またドームとかね、はい、時とかに、まあ、こういう姿見たら、まあ、返事はやんすはい、これかけていただけるのか、僕は青ひげ探しても多分分かんないと思うんで、だまず青ひげで探さないと思いますよね、これが見えたんですよね、あの25メートルくらい離れてますけど、そんな青かった口の周りが光ってたからそんな青だった、俺口の周りが光ってたから、まあでもまあすごい分かりそうだったんですけど、ほんとすごかったんですよ、ほんとにもうここぐらいまであったもんね、そうですね、ほんとにもう、なんか今ちょっと口元では分かりづらいんで、近づいてください、店長探すときは膝見てください確かにそれは、まあ、膝はね帽子は膝見てください、うん、僕の歩き方をおかしいのはこういうのが分かってるということを言いたいわけなんですけど、まあ、普段言わないんですけどね、すぐ分かります、すぐ、はい、もう青ひげより分かる、まあ、青ひげ分かる、膝ひげってことだよね、膝、うん、青ひざってことだよ、もこはんみたいなこと言わんでね、もこはんマジか言わんでいいや、それは恥ずかしい、これアウトやん、気持ち悪いわはい、ということで、まあ謝罪動画ということで、はい、出させていただきました、まあ声はこのままなのでね、はい、今後皆さんよろしくお願いいたします、はい、はい、ということで皆さんまたね、うわ何